あ、どうもこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。どうもありがとうございます。本日は関係の皆様にはご多忙のところご臨席を賜り誠にありがとうございます。ただいまから水道水源に関する基本合意書調印式を開催いたします。それでは今回の事業の概略および基本合意書の内容につきまして上水道課竹花課長より説明申し上げます。上水道課長の竹花です。よろしくお願いします。私から本事業の概略と水道水源に関する基本合意書の内容について説明をさせていただきたいと思います。まず水道整備事業でございます。お手元の A3 から積みの資料をご覧ください。田端地域の水道事業は昭和30年代に創設されまして、その水源の多くはそれぞれの地域の近くに湧き出た湧水を飲料水として利用しております。とりわけ小田地区にあります宮浦大日向小佐中央簡易水道にあります湧水水源では、大雨時に濁りが発生し活水域には水量が低下するなど、長年にわたりその水質と水量の改善が大きな課題になっておりました。このため新たな事業としまして、東屋さん山麓にあります常に良質で水量の豊富な土屋と滝の入湧水を水源とした水道施設の整備を行うものでございます。正面の壁にあります写真につきましては、土屋水源の湧水が湧き出ているところの写真でございます。この水源を使いまして、問題になっております小佐地区の給水エリアと本原地区にあります赤い浄水場の給水エリア、並びに上田の石船浄水場へも送水を行いまして、上田地域の一部にも給水を行うものでございます。それによりまして安全で安定した水の供給と施設の効率的な運用を図ることとしております。次に今回の基本合意書について説明をいたしたいと思います。この水道事業を実施するにあたりまして、新たな水道水源の利用に関し、長らくこの水源を守っていただきました大日向自治会の皆様と協議を重ねてまいりました。今回基本合意書を取り交わすことにより、今後の事業を円滑に進むよう願っているところでございます。それではお手元の水道水源に関する基本合意書を読み上げさせていただきたいと思います。大日向自治会以下オーというと、上田市以下オーというは、オーが経営する水道事業に要する水源に関し次の通り合意し、本基本合意書を取り交わす。水源の利用第1条、甲及びオーは上田市真田町小佐阿佐遠野原の巡洋河川土屋の沢滝の井沢川の流域に流出する湧水以下土屋水源等というについて、オツが経営する水道事業の水源として利用することに合意した。経理の放棄等第2条、甲は土屋水源等に関する観光による水利権その他一切の権利を放棄し、オツはその損失を保障するものとする。利用の条件第3条、オツは土屋水源等が甲によって長きにわたり保全されてきた地域の貴重な水源であることを認識し、土屋水源等から取水する際は土屋の沢および滝の井沢川流域の生活環境および自然環境に
配慮した河川流量の維持に努めるものとする。2項、乙は真田簡易水道道後整備事業の早期整備に向けて取り組むとともに、当該整備を行うときは、乙に対して必要な説明を行うものとする。協議第4条、本基本合意書に記載のない事項または本基本合意書の内容に疑義が生じた場合の取り扱いについては、項および乙が誠実に協議し、その解決を図るものとする。以上の証として、本基本合意書2通を作成し、項および乙が記名押印の上、各1通を保有する。以上でございます。はい、続きまして、町に先立ち、野田雄大市長よりご挨拶を申し上げます。それでは一言ご挨拶やら御礼やら申させていただきます。皆様には大変お忙しいところわざわざここまでご足労いただきました。ありがとうございます。まあ、平素から大日向自治会、それぞれ、住民皆様には市政ご理解をいただき、またご支援と賜っております。改めて感謝申し上げます。市町村合併9年目に入っておりますが、ここの真田地域にあって、今家庭について、お話がございました。土屋滝の入り水源、この活用についてが大きな課題でもございました。そういう中で、大変、年月はかかりましたが、それぞれ、住民のご努力によって、今回の運びとなったこと、改めて深く感謝申し上げさせていただきます。ありがとうございました。本日ご臨席いただいております自治会役員、また歴代自治会役員の皆様には、この調印式に至るまでの間、地域内でのさまざまな調整、大変ご苦労をいただいたと、このように報告も受けており、改めて敬意を表させていただきます。この土屋滝通り水源の水について、まあ渋沢地区皆様を中心に、昔からというか、もう大変長きにわたり、大切にですね、守り続けてこられた、このようにもお聞きしており、そのような貴重な、まあ、財産、水をですね、このように利用させていただく、こんな認識を持っております。言うまでもなく、私も何度かこの水飲まさせていただいたり、ここにもペットボトルの原水として、あるわけでございますけれども、大変構造的には柔らかい、またですね、味がいいと、まあ、ミネラルが十分ということでもありましょうか。そしてまた量についても、この量水源において大変豊富な場所でもあると、こういうことを感じておりました。その中でこの水源を利活用、過去の歴史は昭和40年代の初めにですね、水道水としてこの菅平地区へ、利用されているということ、その後においては真田町時代も利用計画についてはあったようでございますが、なかなか次なるステップに進められなかったということも引き継いでおります。で、今回、そのような中で、利用させていただく段階になりまして、まあ、一つにですね、大日向地区をはじめ、大佐元原地区の簡易水道が改善される、このことが大きな、また位置づけにもなりますし、二つにはですね、さらに、量的に、余るものについて上田市街地にもですね、水道水として供給ができる、こういう大きなメリットもございます。上田市といたしまして、将来に向けてですね、
非常に重要なこのライフラインが出来上がるものと、このように覚悟を期待をいたすところでもございます。また今回のこの水道施設の整備ということにおいて申し上げますが、新たに排水池を2箇所、設置をいたしますが、既存の施設について6箇所廃止をさせていただき、施設の統廃合を行ってまいります。したがって今後維持管理あるいは施設の更新費用、こういった面でも軽減が図られますし、その結果水道の経営という視点での効率的な運営が図られると思います。そして今後でございますが、これら水を有効に利活用するということは、大規模なまず管路工事などを実施していかなければいけません。関係者の皆様に引き続きですね、事業の協力をお願いしてまいりますが、これら今後順調に進みますよう、皆様にも引き続きですね、ご理解ご協力を賜りたい、改めてお願いを申し上げる次第でございます。簡単でございますが、私からの挨拶させていただきます。改めて今日はどうもありがとうございました。続きまして大日向知事会長佐藤様よりご挨拶をお願いいたします。はい、それでは本日の上位式にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。地域としても長い間の懸案事項でございました。土や滝の入り水源の活用について地元の理解が得られました。それをもって本日を迎えるということができました。ここに至るまでにはさまざまな経緯があって、それぞれの立場で真剣に取り組んできておったところでございます。真田町の時代には、今市長さんからもお話ございましたが、水源の水を利用したいという年の申し入れがございまして、地元渋沢では地区を二分する問題に発展して、いざこざが大変長い間続いたりしたというような大変苦い思い出をしたこともあります。代々引き継がれてきております土屋の水は渋沢の宝だという思いが大変強くてですね、山の整備あるいは山火事の折には渋沢の住民、また大日向住民とともに率先して消火活動に当たるなどして山を守ってきたという時期もあり、なかなか調整が進まない中で、歴代の渋沢のご町代表さんを中心にですね、会議を重ねてきたところであります。そんな中に近年でありましてから、若い人の間からいつまでもこだわってないで水を下に下ろすことを考えたらいいんじゃないかというような意見も出始めました。また地区の長老の方からも、若いのに任せるよという意見をいただいたことから、自治会とともに、慎重に協議を重ねて、地域の意見としてまとめたということでございます。今回のこの良質で豊富な水を活用しての水道施設の整備事業によってですね、渋沢はじめ、また、水に悩んでおります大日向地区はもとより土佐本原地区、さらに上田市街地まで広範囲にわたって有意義に活用されるということは大変素晴らしいことだなと思います。本事業を進めにあたりまして、地元での協議を大日向水道事業対策委員会を中心に行っております。その中で上田市上下水道担当部署の方との打ち合わせあるいは協議を進めているところでありますけれども、限られた時間の中で慎重かつ迅速な協議を進めながら、これから事業実施に移っていくわけでございますけれども、地元はもとよりとして市にとっても有意義な事業になるようにご配慮いただくことを願い申し上げたいと思います。最後になりますが、この事業が関係者の皆様のご理解によって順調に進み無事完了することを願い、簡単でございますがご挨拶いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではこれから調印を行わせていただきたいと思います。はい、それでは日付から署名お願いしたいと思います。
市長佐藤様にご起立をいただきまして、ご意見をお持ちになって握手をお願いしたいと思います。はいはい、ここで地元の選出の市会議員でございます佐藤紀之様よりご挨拶をお願いいたします。皆さん改めましてこんにちは。改めまして今回、水道水源に関する基本合意に、調印がなされまして、まずもって、お喜びを申し上げるところでございます。また、佐藤自治会長さんをはじめ、渋沢大日向地区の皆様におかれましては、大変、上田市にとりまして有意義な、ご決断をいただきましたことに対しまして改めて、御礼を申し上げるところでございます。さて私、先日私事でございますが、自宅へ早く帰る日がありまして子供たちにこの、滝の入りと、土屋水源の話をちょっといたしましたところ、うちの子供たちが何よりかと思いましたら非常にそんなにいい水があるんであればもっと早く利用できないかということを言っておりまして、でお父さんどのぐらい時間かかるんだということを言われまして、まあ大体5年ぐらいはかかるぞっていう話をしましたところ、うちの子供が中学3年生なんですが、お父さん5年かかったら僕大学行っちゃったらどうすんのっていう話をされまして、どうにかあと3年ぐらいでどうにかしてもらえないかっていうことで、もう早速地元要望を身近なところからいただいたわけでございますけれども、子供たちにはこれ5年でやることに関しても非常に大変なことなんだよっていう話をしたところでございます。まあ家庭内はさておきなんですが、本当に真田地域にとりましてこの水一日も早く利用させていただきたいっていうのは真田地域、特に真田地域では皆さん思っていることではないかなと思うところでございます。また先ほど自治会長さんからもお話ございましたが、今回の利用について地元の皆さん、渋沢大日向の皆さんがどういう思いでやっぱりこれだけの水を利用させていただけることに至ったかっていうことについて、やっぱり子どもたちと話す中でも子どもたちにもよく伝えていかなくちゃいけないなということを、ものすごく感じました。私たちといたしましてもこれ何百年も何千年もこの水使わせていただきますので、後世にこの皆様方の思いを伝えていくのが我々の務めではないかなと思うとともに、この水源をやはり地元で非常に大事にしていかなければいけないなと感じたところでございます。地元の議員といたしましても他の議員の皆さんのご協力を得ながらこの事業を本当に上田市にとりまして最大限メリットを出せるように我々も頑張ってまいりますので、今後ともご指導のほどよろしくお願いしたいと思います。最後になりますが本日ご臨席の皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして甚だ簡単でございますがご挨拶に返させていただきます。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。これからこの事業につきましては長期にわたりまして、皆様のご協力のもと進んでいくわけでございますが、改めましてご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。今回、まあ、土屋の水源、まあ、滝の水源をこう下へ下げるということになったわけですが、この下げるにあたって本当まあ、渋沢で俺も、まあ、60年過ごしてきたわけですが、本当子供の頃から本当先輩の方々から土屋の水は渋沢の宝だからっていうことを本当言われてきたわけです。それでまあその50年とその間に自治会長も言ったようにその歴代の真田町の町長とかそういう方たちが渋沢へ来てその水なんとか下へ下げてもらえねえかって来たわけです。だけどその渋沢の長老たちはやっぱり土屋の水っていうのは渋沢の宝だっていうそういう観点からなかなかうんっていう話にならないで現在まで来たわけです。だから俺自身もその
言われてた頃から、本当少し数年ぐらい前までは、本当俺も反対派の方に回って、それで、あの水下げるってことはダメだっていう、そういう感じでいたわけです。だけどその長い時代も変わってきて、そのさっきも言ったように大日向、それからその下の地域でその水で苦労してるってこともあって、いつまでも渋沢のもんだって言ってる時代じゃねえだねえかっつう、そういう話がだんだんと渋沢の中でも出てきて、それでその間に本当何回も会議開いたです渋沢で。それで長老の人たちは反対、その賛成、そういう感じで本当渋沢二分するような形で、あの何回も会議開いたけども結論出なくて、その間もその意向確認するような投票を渋沢の中でも2回行ったですと。それでそんなような経過も踏まえて、その現在ここまで来て、こんなようなあの水下げるってことになって、いまだにだけど渋沢の中でそのいざこざが起きるような感じでいるです。だからそういうようなその渋沢の中でそれだけあれしながら水下げるっていう、そういう話になったっていうことをよくあの覚えててもらって、本当渋沢のこのあの住民の気持ちをあれして、その土屋の水源というのをこれから有効に使ってもらいたいと思います。だからその渋沢 の人たちの意見ということで俺今日話したですがね、だからそのもう50年近く そういう経過を踏まえた上で今回死体水下げるってことになったもんで、あの本当渋沢の宝だっつってみんな言ってたのをもう死体下げるだねえかっていう話になったもんで、本当に有効に使ってもらいたいですな。はい、はい、分かりました。大変あの歴史的な視点というのと、それから宝の水という話、有効にという話、まあ、様々観点があろうと思いますね。まあ歴史的にたどればあちこちでかつて日本において水論争というか戦争というかあって、まあ水がなければ生きていけない、作物もできない、そういう中で、本当に貴重な水だという位置づけですよね。で、まあ、私も土屋水源、滝の湯それぞれ行きましたけど、まあこんこんとこう湧き出る、状況も見ながら、またやっぱりさっきもお話した通り水のおいしいさ、そういうのも確認しながら、まあ、時代が変わった手を一言に片付けちゃうつもりはないんだけど、より多くの方にね、こういった水源が恵みが及ぼすというね、このことの大切さっていうのは、まあ、改めて感じました。ですから我々としても決してその無駄にすることなくですね、有効に、1日何千トンと1万2000トンだった、両方合わせて合わせてたら6800両方合わせて、はい、使う量でしょ、全体からすると何割になるのか、はい、6800トンね、使わせていただくと、それがまあ要するに無駄にならない、全体から見ても無駄にならないようなことで我々も気を引き締めて、はい、また記録はきちんと留めて、はい、次なる世代へとつないでいければ、こんなことも改めて確認させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。では以上をもちまして調理室を終了いたします。本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。